大丈夫ですか？なあなあ霊夢、今日はどんな話をしてくれるんだ？あら、マリサ。まずはじめに、今回の話はとある登山系 YouTube チャンネルで紹介されていた出来事を解説させていただくものになるの。そのチャンネルの動画はかなり臨場感のあるものだったので、今日の話の後にぜひそちらの動画を見てみてほしいわ。ああ、了解だぜ。じゃあ、話を始めるわね。今日は2021年に北穂高岳で発生した遭難事故の話をするわよ。北穂高岳は、日本百名山に選定されている穂高連峰の最北端にそびえる山。その標高は3106メートルで、日本国内で9番目に高い山なの。お、今回は穂高連峰での遭難事故か。日本百名山に選ばれている山の話は久しぶりだな。北穂高岳で有名な箇所を2つほど挙げると、まず1つ目は大キレットね。大キレットとは、北穂高岳と、その北にある南岳の間にある V 字状に切れ込んだ岩稜帯のこと。後ろ立山連峰にある八峰キレット、カエラズキレットと合わせて、三大キレットと呼ばれているそうよ。大キレットには長谷川ピーク、ひだなきと呼ばれる難所があり、そこ以外も痩せた岩稜が続くことから、日本屈指の難ルートと呼ばれることもあるみたいね。そういえば以前、北穂高岳のそばにある西穂高岳へ行くルートも日本屈指の難ルートと言われているって教えてくれたよな。穂高連峰って、標高だけでなく何度も高い山だよな。ちなみに、長谷川ピークという名称は、そこで滑落して救助された大学生の名前から名付けられ、ひだなきという名称は、ひだ川へ落ちたらほぼ助からないということからそう呼ばれるようになったそうよ。長谷川さん、そんな危険なところで滑落してよく助かったな。長野県が作成している信州山のグレーディングによれば、大キレットへ行くのに必要な体力は10段階中級、2から3拍以上が適当とされていて、技術的難易度は A から E までの5段階中、最難ランクの E に分類されているわ。体力も技術も最高レベルであることが求められる場所なのか。そりゃ、日本屈指の難ルートと呼ばれるわけだ。ところで今更だけど、キレットって何語なんだ？カタカナの登山用語といえばドイツ語のイメージがあるけれど。実はキレットは日本語なの。漢字だとキレットと書くそうよ。え、そうなのか。そいつは予想外だ。続いて、北穂高岳のもう一つの有名な箇所は何かというと、西面にある滝谷という岩場よ。滝谷は、谷川岳、剣岳と並んで日本三大岩場に数えられる岩場。その岩場は、北穂高岳の頂上から鋭く切れ落ちた形状となっているの。その岩場の険しさを見た、上高地付近の山の案内人として有名だった上城家文字は、鳥も通わぬ、と評したそうよ。鳥も通わぬ。イメージとしては、岩場が険しすぎて鳥すらやってこないって感じかな。で、日本三大岩場ってことは、滝谷でクライミングする人たちがたくさんいるんだろうな。すごいなぁ。さて、北穂高岳の説明はこれくらいにして、そろそろ今日の本題である事故の説明をしていくことにするわね。ああ、よろしく頼む。北穂高岳で起きた遭難事故はどんなものだったんだ？2021年、6月。登山系 YouTube チャンネルの出演者である木目丸と高橋。二人は40代の男性で、6月26日から28日にかけて北穂高岳で登山する計画を立てていたの。そして、その登山の主目的は滝谷にあるドーム中央寮でクライミングをすることだったようなの。ドーム中央寮？初めて聞くワードだな。ドーム中央寮とは、滝谷にあるドーム状の岩場の中央を通るクライミングコース。滝谷には多くのクライミングルートが存在しているのだけど、その中でも1、2を争う人気ルートみたいね。写真だけでも険しさがわかるな。そんな場所を登ろうとしていたってことは、二人は結構な実力者だったのかな？詳細な登山歴は不明だけど、二人の出演している YouTube チャンネルには2017年から登山の動画が投稿されており、沢登りや雪山など幅広く高頻度で登山を行っている様子が見て取れるから、かなりの実力があったと言えるでしょうね。次に、二人の登山計画について説明するわね。登山前日の6月25日、自家用車で阿寒棚駐車場へ向かい、車中泊する。翌日、登山初日の6月26日、早朝に起床し、シャトルバスで上高地へ。上高地に到着したら、岳沢登山口から入山する。登山道を進んでいき、岳沢小屋へ到着したら、十太郎新道へ進む。カモシカの立場、君子平を経て、前穂高岳に到着。そして、前穂高岳から奥穂高岳にかけて続く釣り尾根を進んでいく。その後、穂高岳山荘に到着したら1日目の活動は終了。
翌日、登山2日目の6月27日。この日は登山の主目的である滝谷でのクライミングを行う予定。穂高岳山荘を出発し、唐沢岳を経て滝谷の岩場へ向かう。そして、滝谷ドーム中央寮でクライミングをする。その後、北穂高小屋に宿泊し、2日目の活動は終了。登山3日目の6月28日。北穂高小屋を出発し、北穂高岳から南稜ルートで下山開始。唐沢小屋、唐沢ヒュッテ、本谷橋を通過し、横尾、徳沢園を経て、上高地に下山。そして、上高地から阿寒棚駐車場までシャトルバスで向かい、車で帰宅する。このような計画だったようね。ふむ、なかなか長距離の参考みたいだな。コース距離と標準コースタイムはどれくらいなんだ？コース距離は約 26km で、標準コースタイムは約17時間よ。ただし、これには滝谷でのクライミングの時間は含まれていないし、6月だと穂高にはまだ残雪があるから、もっと時間がかかる可能性もあるわね。そっか、穂高だと6月でもまだ残雪があるのか。距離も長いし、なかなかハードな参考になりそうだな。さて、じゃあ、ここからは登山開始してからの2人の様子について解説していくわね。危険なコースではあるけれど、2人ともかなりの実力者みたいだから簡単に事故に遭うとも考えづらいな。一体、何が起きるんだろう。6月25日。夜に阿寒棚駐車場に到着した二人は車中泊したの。翌日6月26日の朝4時に起床し、阿寒棚駐車場で上高地行きのシャトルバスに乗車。そしてバスは上高地に到着し、午前6時頃に上高地から歩き始めたそうよ。この日の天候は曇り。抜群の登山日和とは言えないものの、行動するには問題ない天候だったようね。二人は岳沢登山口から入山し、午前8時半頃に岳沢小屋へ到着。そこで休憩したの。休憩後、十太郎新道を登り始め、13時頃に君子平へ到着。ここで再び休憩したそうよ。まだ初日の半分くらいの地点だけど、今のところ特に問題はなく順調に進んでるみたいだな。君子平での休息を終え、再び進み出した二人。釣り尾根に突入すると、あたりに霧がかかりだし、ここまで登山道上にはあまりなかった雪景が出始めたみたいなの。雪景のある登山道の様子を見た二人は、ピッケルくらい出した方がいい？アイゼン出す？アイゼン出そうか。だって、そこから落ちたらもう終わりだよ。もし雪景で滑ってしまえば、止まることなく一気に下まで落ちてしまう危険性があったため、安全のためアイゼンを装着することにしたそうよ。今いるのは尾根上だもんな。アイゼン使うのは大正解だと思うぞ。そして、二人がアイゼンを装着し、雪景を渡るための準備をしていると、後方から一人の登山者がやってきたようなの。その登山者はレン。二人よりだいぶ年配の60代の男性だったの。キメイマルとレンが少し会話していると、キメイマルはあることに気づき、レンにこう問いかけたのよ。持ってます？アイゼン。すると、持ってない。持ってない？レンはアイゼンを持ってきていなかったそうなの。マジか。でも、現在地は二人がアイゼンをつけないと危険と判断した場所なんだよな。レンはどうやって渡るつもりなんだろう。そこで、キメイマルは、じゃあ、なるべくステップ作りますわ。設計にできるだけ足跡を残して、歩きやすくなるようにするとレンに伝えたの。キメイマルは親切な人だな。でも、ステップがあってもやっぱり不安だぞ。アイゼンを装着し、設計を渡り始めた高橋とキメイマル。しかし、マリサと同じく二人もレンのことが気になったようで。大丈夫かな、あの人。後ろの人にロープ出す？そうしよっか。これ、危ないよ。ちょっとロープ出しますわ。え？このステップだけでその装備は。落ちたら止まらんよ。多分やばい。設計の向こう岸までロープを張り、レンがそれを掴みながら設計を越えられるように手伝うことにしたそうよ。二人ともめちゃくちゃ優しいな。この状況だったら、レンのことを無視して進んでいく人も結構いると思うぞ。ロープを張るために、高橋は設計の向こう岸へ進み、キメイマルはレンの元へ引き返したの。すまんね。いいですよ。すごい傾斜だもんね。これは多分落ちたら下まで行って死にますね。ロープを張りながら、会話していたキメイマルとレン。すると、キメイマルは再びあることに気づき、レンに問いかけたの。手袋って今持ってないですか？レンは手袋をしてなかったので、確認したようね。するとレンは、持ってないですね。持ってこようと思ったんだけど忘れちゃった。こう答えたそうよ。忘れちゃったのか。まあ、
一応6月末だからなくても大丈夫かもしれないけど、残雪のある穂高連峰ほど高い場所に来るなら持ってくるべきな気がするなぁ。さらに鬼名丸は、バイル、持って行ってください。怖いから。何かあったらバイルで。持ってきていたバイルを連に貸して、もし滑った際はそれで滑落停止するよう伝えたの。何から何まで至れり尽くせりだな。そして、ついに雪渓を渡り出した連。ロープを掴んで進んでいくと、連は足を滑らせ、滑り出してしまったのよ。え？滑り落ちたらヤバい場所なんだろ？大丈夫なのか？大丈夫ですか？大丈夫です。滑り出した連はバイルを雪面に突き立てても停止できなかったのだけど、ロープを掴むことでどうにか止まることができたのよ。よかった。もしロープがなかったらと思うと、恐ろしいな。ロープを掴んでいた連。ところが、彼は膝立ちのままなかなか動き出さなかったみたい。まさか、初心者？どうやら、バイルの使い方や斜面での立ち上がり方がわからないらしく、動けなくなってしまったようなの。そこで、鬼名丸は連にバイルの使い方と、思いっきり雪面に足を蹴り込むよう指示。ところが、全然入っていかないな。連が蹴り込んでも、ステップを作れるほど足が深く入っていかなかったみたいね。おいおい、どうするんだこれ。最終的に足を蹴り込むことは諦め、ロープを伝って向こう岸まで行くよう指示したみたい。そして、連は5分ほどかけてどうにか雪渓を渡り切ることができたのよ。一時はどうなることかと思ったが、無事でよかった。その後、鬼名丸も向こう岸へ渡り、ロープを片付け始めると。すいません、ありがとうございました。連はバイルを返却し、感謝の言葉を述べたのよ。ふう、一件落着かな？これで二人での登山を再開できるな。でも、そうもいかなかったのよね。二人は、連が残雪期の穂高連峰に来ていた時点でそれなりの実力者だと思っていたので、ロープを張ってサポートしたそうなんだけど、実際動きを見てみたら想像以上に初心者だったので、もしこの先にまた雪渓があったら危険だと考えたの。そのため、この先も雪渓が出てきたらヤバいですけど、かといって時間的にも引き返すことはできないので一緒に行きましょうか。連に、一緒に進もうと提案したそうよ。もう登山ガイド二人、参加者一人の手厚い登山ツアーみたいになってるな。幸い、連の目的地も二人と同じの穂高岳山荘だったので、この日の最後まで一緒に行動することになったの。でも、穂高岳山荘までの道のりは容易なものではなかったの。再び雪渓が現れたので雪渓を避けるために遠回りすることになったり、途中で雨も降り出したみたい。さらに、連は体力の限界のようで何度もふらつき転んでいて、一度座り込むとなかなか立ち上がってこなかったみたい。これ、連は装備だけじゃなくて体力も不足しているよな。この場所に来るのはまだ早かったんじゃないかな。連の後ろを歩く鬼名丸は、励ましの声をかけながら小屋へ進んでいったそうよ。そして、17時前。ついに3人は穂高岳山荘に到着したの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。こう言って、二人と連は解散したみたいね。連を手伝ったことで、二人の到着は予定より2時間ほど遅れてしまったようよ。鬼名丸と高橋、本当にお疲れ様と言ってあげたいな。目的地まで連をサポートしてあげて、登山者の鏡みたいな人たちだ。連もどうにか山荘につけたのは良かったけど、翌日はどうするんだろう。体力的にも装備的にも、下山すら厳しそうだが。翌日、6月27日。天候は曇り。鬼名丸と高橋の二人は朝5時頃に穂高岳山荘を出発。予定であれば、鬼名丸と高橋の二人はこの日に滝谷でクライミングをし、北穂高小屋に宿泊することになっていたけれど、滝谷ドーム中央寮の取り付きの懸垂地点手前まで進んだ時点で、岩が湿っていたことから、クライミングは断念し、撤退することを決断。徳沢園まで下山し、そこで宿を取ることにしたそうよ。湿った岩場でクライミングなんて、怖すぎるしな。徳沢園でゆっくり過ごすのも楽しそうだしいいと思うな。そして、北穂高岳の南稜ルートを使って唐沢へ下っていく途中で、遠くから県警のヘリが飛んできて、二人の頭上を通過し、穂高岳山荘付近まで飛んでいったそうよ。おや、山荘近くで何かあったのかな。それを見た鬼名丸は、もしかして、昨日の人じゃないだろうな。昨日助けた連が関係しているのではないかと考えていたみたい。というのも、昨日穂高岳山荘に泊まっていたのは、鬼名丸と高橋を除いて二人のみだったらしいからね。そうだったのか。
となると、確かに連座関係ありそうな気もするな。まあ、この発言は冗談半分だったようだけどね。その後、二人は15時前に徳沢園まで無事下山して、そこで一泊。翌日28日に上高地まで戻った後、阿寒棚駐車場までシャトルバスで移動して車で帰路に着いたそうよ。霊夢の話では最初に紹介した人物が事故に遭うパターンが多いから、キメイマルと高橋の身に何か起きるのかと思っていたけど、問題が起きたのは連で、二人はむしろ助ける側だったんだな。で、連はどうなったんだ？無事に下山できたのか？じゃあ、それについても説明していくわね。時を戻して、6月27日、連は山荘で愛禅を借りて穂高岳山荘から下山することにしたみたい。前日の登山で愛禅ななしは無謀だと気づいたんだろうな。連が下山に選んだルートは、穂高岳山荘の東側にあるザイテングラート。ザイテングラートは急峻な岩場のルートで、滑落事故が多発している場所なの。連はそんな難しそうなルートで下山することにしたのか。というか、それしか選択肢がなかったんでしょうね。昨日滑落しかけたルートは通れないでしょうし、かといってキメイマルたちと同じく北穂高岳を目指すルートは難度が高いからね。そっか。じゃあ、ザイテングラートで下山するという判断もやむを得なかったのかな。穂高岳山荘から下山を始めた連。下り始めたからそう時間が経たないうちに。うわぁ。連は雪上で足を滑らせ滑落してしまったのよ。ああ、やっぱりこうなってしまうのか。負傷し、動けなくなってしまった連。その後、県警のヘリが出動し連は救助されたそうよ。あ、この日は6月27日、県警のヘリで救助、穂高岳山荘の近く、ってことは、キメイマルたちが同じ日に見た県警のヘリって。ええ、そのヘリが連を救助しに行ったヘリだったみたいね。ということは、キメイマルが冗談半分で言ったもしかして、昨日の人じゃないだろうな。っていうのが現実のものとなってしまったのか。まあ、命に別状はなかったようだからその点は良かったのだけれどね。そうだな。でも、連にはこの事故をきっかけに、登山に対する姿勢を一度考えてみてほしいな。今回の事故は2年前の話だし、きっと今では無理をせずしっかり準備して安全に登山を楽しんでくれてるはずよ。ああ、そう信じることにしよう。さて、登山中の話はこれで終わりなのだけど、キメイマルたちがこの登山の動画を YouTube に投稿したことで一悶着あったようなの。最後のそれを解説させてもらって、今日の話を終わりにするわね。キメイマルたちが動画投稿した後のこと。その動画に対して、とある登山ガイドが Twitter 上で意見を述べたの。その登山ガイドは、降臨。彼は、私が以前解説した富士山外国人遭難事故に登場した山岳ガイドね。確か、登山者を助けたガイドさんだったよな。一体どういう意見を述べたのだろう。降臨は次のように述べていたわ。ロープを出してキッケルを貸してあげてサポートしていることは優しさではない。こういう状況での本当の優しさは悪いこと言わないから帰りましょと伝えてあげること。それでも言うこと聞かないなら警察に通報するしかない。これ以外にも、キメイマルたちの動画に対して複数のツイートをしてみたいね。ふむ。降臨がプロの登山ガイドであることを考えれば、こういう意見になるのもわかるな。ところが、それらのツイートが反響を呼び、降臨の意見を批判するリプライも出てきたらしく。降臨は、最終的にキメイマルたちの動画に関係するツイートを削除したそうよ。あや、そうなのか。降臨に対してどんなリプライがされたのだろうな。詳細は不明だけど、降臨がツイートを削除した経緯を説明しているブログ記事から推測すると、面識のない人に対して、礼節を欠いた傍若無人な振る舞いだとか、登山者をサポートしたキメイマルたちに対してそんな言い方はひどいのではないかというような意見があったと思われるわ。なるほどね。降臨の言っていることは正論で間違ってはいないけれど、批判のリプライをした人たちの意見も理解できるな。それに、キメイマルと高橋は動画の中で、連の実力についてこう話していたの。あそこまでソロできたら、そこそこ登ってると思うよな。あんなんちっとったら絶対帰らしてるよな。帰らしてる。絶対帰らしてる。なるほどね。状況的に高橋たちが連にそれなりの実力があると思うのは当然のことだし。ロープでサポートするという考えになるのも必然な気はするな。降臨の意見は正論ではあるのだけど、あくまでも連の実力が分かっている前提での意見だったからね。さらに、キメイマルたちは動画内で、無視することもできないし、放っておくこともできないよな。新聞にでも出たら後味悪すぎるもんな。辛かったわ。本当にヒヤヒヤした。
こういうことも話していたから、見捨てずに連をサポートした二人に対して言うべき意見ではないということで批判された節もあるかもね。降臨がツイートを削除した経緯を彼のブログから一部抜粋すると、まずはじめに、記名丸氏と高橋氏並びに関係する皆様にお詫びいたします。危険性の伴う山岳地域において要救助者をサポートして登ることは誰にでもできることではありません。私の一方的で断定的な Twitter 投稿により不快な思いをさせてしまいました。申し訳ございませんでした。突然批判的な内容の投稿を行ったことは、全くもって私の独りよがりであったと反省しています。このように書かれていたわ。降臨も決して間違ったことを言っているわけじゃないと思うんだけど、言い方の問題だったのかな。あとは、キメイマルたちも降臨もかなり情報発信力のある人たちだから。その結果、多くの人の目について炎上のような形になってしまったのかもね。なるほどね。難しい問題だな。キメイマルたちと降臨の件についてはいろいろな意見があるだろうけど。とりあえず、キメイマルと高橋には本当にお疲れ様でしたという声をかけてあげたいな。今回の事故では、愛禅を持っていなかったレンが、キメイマルと高橋のサポートを受け、無事に穂高岳山荘へ到着。ところが、翌日ザイテングラートで滑落。負傷してしまったものの、救助されて命に別状はありませんでした。話の後半でキメイマルたちと降臨の人悶着についても説明しましたが、今回一番注目すべきはレンについてですね。レンは残雪期に穂高連峰へ来たにもかかわらず、愛禅ピッケルグローブなどの装備を持っていませんでした。6月末の穂高連峰に残雪があることは調べればすぐにわかることなので、下調べが不足していたと考えられますね。また、釣り尾根から穂高岳山荘へ行くまでに何度も転倒していたことから考えると、体力や経験も不足していたように思えます。この出来事は外出自粛明けの時期に起きたもののようなので、久しぶりの登山で体力が落ちていたという可能性もあるかもしれませんね。今回の事故からは、事前にルートの状況を調べる。その状況から必要な装備を考える。行く前に、自分の体力実力で安全に登れるのか考える。ことの大切さを学ぶことができたと思います。いつもながら当たり前のことを言っていますが、基本を忘れずに安全な登山を楽しみましょうね。最後に、あなたは、この事故について何か思うことはありますか？ぜひ、コメント欄で考えご意見を教えていただけると参考になります。ご視聴、ありがとうございました。